さん、こんにちは。ボーカルトレーナー、ジェイです。今日やることは、皆さんが歌を楽に低音から高までできるような練習の仕方、何よりもやっぱり歌うときにリラックスして自分が楽に歌えることが大事なので、どういう音域でもそういう練習のやり方をちょっと教えていきたいと思います。今日教えていく練習方法は、リップロールというものです。悪い筋肉を抜けるような、本当に楽にリラックスでいろんな曲を歌えるように、リップロールをみんな練習をしてるんですけど、やり方としては、両手をとりあえず自分の唇の上に置いてください。で、唇の先の2つが少し上がれるぐらいに形を使って、そこから声を出してみるんです。こうやって唇が揺れない場合は、まだこの筋肉に緊張があるとか、なので、こうリラックスを口の周りのところにリラックスしてたり、もしかして肩が少しこういうふうにリラックスしてないんじゃないかなとかもチェックしながら、出してみてほしいですね。実際リップロールの練習をしていきたいと思うんですけど、1.5 スケールって言って、少し低音から高音まで音域を広く使って練習してみたいと思います。まず今男性の方と女性の方が見てると思うので、男性の音域から女性の音域までやっていきたいと思うんですけど、 1.5 スケールでどういうメロディかって言ったら、普通にドミソドミソパレシソパルみたいな感じで弾いて、いろんな音域を使って練習してしたいと思います。この 1.5 スケールを使ってこうやってリップロールをするんですけど、この僕がピアノを弾くので、この鍵盤に合わせて皆さんも練習ができればなと思います。単線から始めますが、こういうスケールになってて、ここからこうやってリプロールをする練習で、気を上げて、徐々に練習していきます。ここからはまた調整男性も一緒に練習できる音域なので、一緒にやっても大丈夫です。できたら男性は少し難しいと思いますが、女子の方はもう少し上がっても大丈夫です。とりあえず低音から高音まで行ってみたんですけど、口がうまく揺れなかったり止まったりする人もいるかと思いますが、それは人によってやっぱり使っている筋肉の癖もありまして、それで止まったりする場合があるので、それは実際レッスンを受けて、こういう 1.5 スケールが楽になれるようになれば、もう少し歌ってる時にも適応して、低音から高音まで歌ってるのに楽になれる筋肉を掴むことができるので、こういう 1.5 スケールでリップロールの練習をとりあえずしていただければなと思います。